今日はスーパーラジコン秋葉原店に来ています。先日新人さんとしてご紹介した魔人さんの方が走っていましたので、現在走っているのを撮影中です。 R33GTR のこちらはエボですね。ニスモのボディになっています。かなり慣れてきたせいか、ずいぶん走れるようになってきてますね。やっぱりミニッツは上手くなるのが上手いんだなっていうふうに思います。走り終わったようですね。相変わらずちゃんとコースの邪魔にならないところにこう止めて、コースアウトしているのがさすがですね。あ、お疲れ様でした。マディさん、ご無沙汰しております。どうですか、あれからなんか調子かなり良かったように見えましたけども。ちょっと練習は温度が飽きて、であと一部部品も少しパーツも手を出して、はいはい、どんなパーツを変えたんですかね。ですね、まずTバーを、はい、こちら FRP の方に変更したのと、はい、でからあとはフロントのスプリングなんですけれども、はい、よいしょ、ちょっと柔らかいタイプ のショート大サイズがいいよというアドバイスをもらったので、はい、今はショートの、ソフトの中だと一番固めの、イエローですかね、はい、はい、こちらにしてみました。割と定番な感じのなんか GP6 クラスの車両にだんだん仕上がってきてる感じですね。それを目指して、はい、それでちょっと確認なんですが、はい、こちらのフロントスプリングショートにした時には、このナックルの上と下にこうスペーサーが入ってるんですが、はい、こちらのスペーサー、まあ、最初基本が 0.5 のものが入ってるんですが、これをキットに付属だった 0.8 のものと交換しなきゃいけないんですが、そちらの方には交換されたんですかね。いや、しなきゃいけないんですね。まあ、いけないってことはないんですが、変えた方がこの遊びがなくなるのでいいかなと思って。あれてっきり予備だが入ってるんだと思ってました。そうなんですよ、実はあれ予備じゃなくて、あれ 0.8 のセッティングパーツなんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。もし変えてないようでしたら、そこを変えたらもうちょっとこうフロントの遊びがなくなるので、はい、もうちょっとこうダ残りじゃないですけども、はい、すっきり走れるようになると思いますので、はい、ちょっと変えてみたらいかがですかね。やってみます。はい、ちょっとお願いします。はい、それでは、いろいろとパーツとかちゃんと取ってあるみたいですので、無事ここにですね、ちょっといいですか、スペーサー見つかりましたので、こちらの方と交換していきたいと思います。はい、すいません。それでもしあれば僕ちょっと手伝っちゃいましょうか。こちらの上のこのシーリングですね、こちらの方まず外していただいて、でこのネジ外せるドライバーってお持ちですか。ちょっと細めのドライバーになっちゃうんですけども、あー、いいですね、精密ドライバーぐらいちょうどいいですね。プラスドライバーで、はい、それで大丈夫ですかね。じゃちょっとすいません、お借りして取ります。あれ、これってオプションの入ってます、これ。あ、そうなんです、実はそのもっとついてたものが、はい、こボールエンドリーマーで制御をやってる時にピンと飛んでいっちゃいました、はい、それで飛んだ。なるほど。で、これですね、この上側のこの 0.5 のやつ、これです。これをこの予備で入ってた 0.8 に変えます。はい、すみません、こちらに変えていただくと、ちょっと厚みはもうコンマ3違うので、その分ガタが減るので、はい、でこちらの方を、これか、ここですね。よいしょ。でここですね。ここがなんかつけるの苦手な方が多いようなんですけど、まあ、そんな僕は難しくないと思っているので。よいしょ。はい。感じつくんですけど、これで、これちょうどこれ分かりやすいですかね。まあ、こっちがちょっとこう下になってて、こっちがここ上に上がってますよね。これがこの部分で補正された分ですね。こっちと同じようにこういう風にならなきゃいけないんですが、はい、分かりますかね、ここの部分が。
こっち下下がってるじゃないですか、ここが分厚くなった分、うん、これがこう角度になってるんですよ、うん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 、こっち側はこうなってるんですよ。でやっぱスプリングが短くなってるので、うん、本来こういう風になってなきゃいけないんですよね、うん、これ上がってんのこれ単なるガタなので、うんうんうん、これガタガタしてるじゃないですか、はい、ガタガタしてるんですけど、こっちはちゃんとこうしっかりしてるので、はい、なので、まあ、こちらも同じような形で、まあ、ガタガリすぎると場合によってはスプリング外れちゃう時もあるので、でよし、そうなんですよ、たまにこっち側にこう張り付いちゃう時もあるんで、なくしやすいパーツなんで、こちらですよね、つけていただいて、なかなかそのショートスプリングっていうとなんかただ短いだけっていうイメージがあるんで、それだけを変えればいいっていうふうに思われがちなんですが、実はこういう細かい部分ですね、変えていただくといいので、よいしょっと、よいしょっと、またよし、はい、じゃあとタイヤの方お願いします、はい、でこれなくさないように取っておいてください、結構大事なパーツなので、これ表裏どちらがあるのってよく最初に思ったんですけど、はい、これはどうなんでしたか。これはですね、まあ、正解かどうか分かんないんですけど、こっちがツルツルの方があるじゃないですか、はい、僕はこれを外側にして、こっち側のこのなんだろう段差がある方、これを内側に僕はしてます、なのでこういう風にしていただいて、それをどうですかね、つけていただいて、締めて、で最後ちゃんと回るか、今ちょっときついですね、そしたら戻してこれぐらいにした感じで、はい、ツルツルな方を外側にしていただいて、そうですね、まあ、緩すぎずきつすぎずなところで、はい、はい、OK ですね。では、治ったからセッティング変更ができましたので、これでちょっともう一度ちょっと走ってみてください、お願いします。いや、だんだんマシンが戦闘力上がってきますね。腕がなかなか追いつかないです。いや、腕はもうかなり上がってますよ。はい、それではスペーサーを変更してからの初走行となります。マジンさん、ずいぶん腕上げましたね、それにしても。あ、なんか違いとかって感じますか？ちょっとこれまでの高圧性が弱くなった。まあそうですよね、ちょっとしか変えてないといえばちょっとしか変わってないんで、でもなんだろう、やっぱり前回撮影させていただいた時より格段に腕上げてますね。しかしありがとうございます。外お疲れ様でした。ほんのちょっと変えただけなんですが、そうですね、どうですかね、違いとか分かった感じですかね。ちょっとやっぱりなんか入った時に、あ、いつも前より走りやすいかなっていうのをまだ感じたかどうかっていうところではありますけど、
あの初心者の方がちょっと変えただけで、いやこれはこう変わりましたなんて言うと、それは嘘ですよね絶対ただそういうですね、ちっちゃい積み重ねがこう増えていくと、だん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 マシンの方もポテンシャル上がってきますし、あ、そういえば先ほどもあのギアですよね、あのギアがちょっと音が鳴るっていうのも、まあ、たまたま常連の方に直していただいて、ね、あの音が鳴りにくくなったりとか、まあ、サーキットに来るとそういうちょっとずつでマシンの方がどんどん仕上がっていきますので、はい、あの腕の方もかなり上がってきましたので、ぜひぜひ、これからもちょっとずつですね、マシンと自分と方が速くなっていくということを、実感していってください、はいはい、本日はですね、とりあえず僕とは2回目の、魔人さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。